救われ。目が覚める。あ、起きました。そばにはあの女の子がいた。夢じゃなかったみたいだ。お腹空いてますか？あ、そういえば空いてる。そう認識したら思い出したかのように腹が鳴った。これ食べましょう。さまざまな缶詰と飲み物のペットボトルがテーブル代わりにした平らな瓦礫の上に置かれる。これどうしたんだ？近くのコンビニから持ってきました。俺が寝ている間に探しに行ってくれたのか。そして俺が起きるまでそばにいてくれたのか。ありがとう。こんな状況ですから助け合いですよ。女の子は杖の先端を缶切り代わりにしてみかん缶を開ける。それそんな使い方できんのか。いろいろと便利ですよ。みかん缶やツナ缶、焼き鳥缶を二人で食べた。ただの缶詰なのに、誰かとの食事だと美味しくてしょうがない。ペットボトルのお茶を飲もうとして止まる。これ今まで疑問なく読んだ時の飲めるやつなのかな。何しろ缶詰やカップラーメンが全滅する状況だ。飲み物が腐っていない保証などない。タケル、大丈夫ですよ。私はお腹を壊しませんでした。ちょっと、致命的な誤字が。大丈夫だ。確かに俺も、ここ数日スーパーやコンビニにある食べ物や飲み物を去って口にしたが、腹の調子が悪くなった覚えはない。ならいいか。はい、いいんです。そういえば君の名前は何て言うんだ？そうだよ。大事だよ。腹が膨れるとまだ名前すら聞いていなかったと気づいた。ココノです。ココノか。いい名前だな。ありがとうございます。天使のようなこの子にぴったりな名前だ。俺はタケルだ。タケルさんですか。ああ。かっこいい名前です。ありがとう。今更だけど、なぜそんな格好をしているんだ？この格好が好きだからです。そうなのか。可愛いからいいか。これからどうしようか。やっぱり、まだ人を探した方がいいか？そうですね。でも今は疲れていないですか？まあ、さっき少し寝たとはいえ疲れはあまり取れていないかな。歩き通しだったし、精神的にもまだ回復しきっていない感はある。でしたら休んでからにしましょう。私も疲れましたし。そうだな。ああ、誰かと話せるの楽しいな。幸せだ。誰かが近くにいるということが、こんなにも嬉しいものなのだと、俺はこの数日で痛いほど分からされたんだ。平たい瓦礫に座ると、ココナは隣に座ってきた。ココナは俺とあんまり何してたんだ？普通に暮らしてましたよ。突然世界がこんな風になってしまってから人を探してずっと歩いてました。俺と同じだな。ココナはよく笑う。その笑顔は、俺を安心させた。女神、天使、最高、理想。まさにそんな存在だと俺は認識した。ココノは、誰もが崇める可愛い存在なのだ。宗教人見てるぞ。最高なんだ。女神なんだ。天使なんだ。か、わ、え、え。そう俺は認識している。これからどうなるんだろうな。ココノがいて幸せだけど不安もあった。世界は認識だと思いませんか？突然のトッピ発言に少し面食らった。例えば、ああ。目隠しをされて、今から熱湯をかけますよと言われると、ああ。ああ、冷や水をかけられても火傷するという話があります。確かに、人間がそう錯覚するっていうね。あるね。そうだな。その話は俺もネットかどっかで聞いたことがある。私たちは、今ここに生きていて笑えています。明るい心を認識できています。それなら希望はありますよ。もう絶望することなんてありません。笑顔が本当に可愛い。ココナは女神だ！ココナは天使だ！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 ん？何？絵が。認識によって世界は変わる。それは今事実だった。
現在は認識による効果が過剰なほど増幅されている。彼の精神が狂うほどに。その法則は神が決めたのだ。認識によってどのような現実になるか試されている。その選択は彼に委ねられた。神は見ていた。ずっと見ていた。最初から見ている。おお、それから数日、ココナと人を探して歩き続けた。けれど、誰も見つけられはしなかった。タケルさん、人間楽しくないと生きていられないと思いませんか？思うよ。楽しいことはなく肉体だけ生きていてもそんな人生は無意味でしかない。まあなんか刺激がないとダメなんだろうな、人間って。なんかね、ずっと同じルーティン繰り返しててもね、あの心がすさむだけなんだよ。だから人はパチンコとかに行くんだよね。なら、少し遊んで休みましょう。このまま人を探して歩いてるだけというのは、心を疲れさせちゃいますから。そうだな、何をする？オセロとかどうですか？なぜオセロをチョイスした？じゃあ鬼ごっことかしますか？オセロにしよう。やりました。実は私、オセロ好きなんですよ。廃墟となったおもちゃ屋から見つけたオセロをすることになった。電子ゲームはすべて壊れていたので、こういうアナログゲームしか残っていなかったのだ。できればテレビゲームが良かったけど仕方がない。だが俺、オセロは良かった。ココナ毎回カード全部取んじゃん。負け続けた。ココナはニコニコして楽しそうだけど。妹もさ、こうやって一緒にゲームするの楽しかったんだ。そこにじいちゃんが割り込んできたりしてさ。また会いたい。けど今はココナがいる。ココナの話ばっかするな。家族は大切なんですね。ああ、大切だ。また会えるといいですね。ああ、会いたい。もう会えないかもしれないけど、だけど不安に潰されることはない。心は今落ち着いている。本当か？一人でさまよっていた時のような絶望は今感じられない。これも全部心と出会えたおかげだな。ん？心に希望が満ちていた。心と過ごす日々は幸せだった。何日も一緒に歩いて人を探した。やはり結局誰も見つけられないけど、心といられるだけで俺は良かった。それだけで良かった。そんなある日、それは起こった。朝、心より早めに目が覚めてしまった俺は、なんとなく日を浴びて外に出たんだ。太陽の眩しさに目を細めながら伸びをして、なんとなく上を見る。変なのが見えた！うん！なんやなんや？なんやこれは？変な黒いのが、近くの建物に屋根に立ってるのが見えたのだ。いや、クソコラみたいになってるぞ。見間違いだろうな。見間違いのはずだ。あんなわけのわからない人いるはずが。目をこすってもう一度見た。でも光景は変わらない。俺は化け物を見ている。変な黒い化け物が実在してしまっている。なんだあれは。突然世界が終わってしまったと思ったら変な化け物まで現れた。もう訳わからない。ココナが起きたから俺は相談した。ココナ、変な黒い化け物を見たんだ。マジですか？マジだ。どうしましょう。というかすぐ信じるのか。冗談なんですか？いや違うけど。なら本当なんですよね。まあそうなんだけど。なら信じます。それに嘘を吐いている雰囲気を感じませんから。雰囲気でわかるのか。はい。昔から嘘を見破るのは得意なんです。そうなんだ。信じてくれてありがとう。いえいえ。では、その黒い化け物さんについてどうしましょうか？あれは何なのか？
どう対処するか。世界が崩壊してる状況だけのわけがわからなかったのに、危険そうなわけのわからないやつが出てきた。どうすれば。でも、できることなんて、もしも襲いかかられた時のために身を守るものを用意する、しておくぐらいしかありませんよね。ホームセンター行こうか、じゃあ。ホームセンターに行くとね、いいっていう、よく聞くよ、そういうこと、時は。確かに。あと、まずはこの周辺から離れましょう。まだ近くにいるかもしれませんし。そうだな。できることなんて警戒しつつ武器を用意しておくくらいだ。そんな結論に至った。とりあえず、何があったとしても、ここは俺が守ってみせる。ん？その場を離れた俺たちは廃墟だった警察署を見つけた。もちろん警察署に、警察なんていないだろう。あー、警察署の顔、身を守る手段を探す。ホームセンターでよくね？ホームセンターでいいって。なんで警察署行った？銃を見つけた！来た！こんな世界でもなんとか残っていてくれた。撃てんのか？銃ってさ、素人が撃てるもんじゃないんだぞ。弾も入っている。リボルバーで6発ある。あとナイフと防弾チョッキを持っていくことにした。ナイフはところにしまっておく。これを果たして、用意して果たして通用するかもわかんないが、ないよりはある方がいいだろう。試し撃ちしてみた。キャー！よし、ちゃんと撃てる。撃つな、撃つと言ってくださいよ。びっくりしちゃいます。いや、撃つなよ。撃つとき結構大変なんだぞ、銃って。ごめん、ごめん。俺は、あの化け物が正直言ってかなり怖い。不安だ。ああ、不安だ。だけど、心がいるから頑張れる。戦える。天使のような、女神のような彼女を守るのだ。準備を終えた夜。ココノと談笑しながら夕食をとっていた。電気が使えないので、ろうそくの光を夜編にして穏やかな時間を過ごす。そんな時にそれは起こった。窓を割って、何者かが飛び込んできたんだ。ココノ！キャッ！とっさ、ココに追いかぶさった。俺の頭上を黒い影が通過し、壁を壊して止まる。振り向くと、あの時見た化け物が立っていた。おい、行くぜ。なんかすげえな。まるで狙いすましたのか、なんかタイミング。俺たちの準備が整うのを待ってから襲撃してきたのようだ。化け物が襲い来て戦う。そんな時、どういう選択をするかを神は見ている。俺は心を傷つけさせないように前に出て化け物と対峙した。俺は何とかするから下がっていてくれ。でも、いいから。はい。化け物が動く。黒い腕を風引き裂きながら振り下ろしてきた。その一撃を横に飛んで何とか避ける。木製の床が木っ端水に粉砕された。一撃受けただけで人など簡単に死んでしまいそうな威力だ。額に汗が垂れる。わずかにおミスをすればそこで俺は死んでしまうと理解されたから。リボルバーの引き金を引き撃つ。化け物が体をひねり避けられた。当たらない。マジかよ。俺は銃を撃つのが初めてだ。ついこの前までただの高校生として過ごしてただけなんだから。だからそう簡単に当たられると思えないが、それでもそう遠く離れているわけでもないこの距離で銃弾を避けられてしまった事実には驚愕しかできない。この化け物は人間の身体能力をはるかに凌駕している。一発撃ったからリボルダーのボタンはよく残り5発。嘘！ 4 発だよ。試し撃ちしたんでしょ。4発だよ。また化け物が狂気の腕を振るった。間一発後ろに飛んで避ける。すかさず撃つ。当たらない。俺が撃った隙を縫って腕が伸ばされる。今度は肩をかすられた。鮮血が舞う。うっ。かすだらけで、服を破られ肌を裂かれた。タケルさん、大丈夫だ。撃つ。また避けられた。なかなか当たらない。奴はかなり早い。焦りだけが募っていく。くそ。一発を狙って撃っても避けられる。なら、引き金を引く。
魔王ヒューズの最大光を引いた。2発連続なら命中率が上がるはずだ。下手な鉄砲も数打ち当たるってな。一発目は体をひねって避ける化け物。そして2発目。これは命中するはずだ。されど、化け物は一体一枚上手だった。瞬時に腕を振るい銃弾を払ったんだ。なんて反射神経。なんという速さ。ふざけた体の駆動。化け物の手は傷ついたが、弾はどこと飛んでいってしまった。倒せないまま貴重な弾を二つも失ってしまう結果に終わる。俺前ここは五発撃った。そして、試し撃ちで一発撃った。とうとう最後に一発になってしまった。リロードする時間なんてない。化け物が前に出る。後ろに下がろうとして転んだ。やば!迫る黒い腕。死ぬと思った。あと、数瞬で、俺はあの腕に殺されるんだろう。でも死んでたまるかとも思った。絶対に、絶対に死んでたまるかと強く思った。強く認識したんだ。とっさにリボルバーの引き際に引く。弾が前に飛んでいく。なぜかあった!すると、おう、丸い。なんか丸い穴が開きました。運が良かったのか。その弾は奴の額をぶち抜いていた。化け物は消えていく。そして消滅した。倒した。勝った。俺は守れた。ということなのだろう。へたり込んだまま、荒い息を整える。なんか、少し拍子抜けではあるけれど、どうやらなんとかなってくれたようだ。タケルさん、今すぐ怪我の手当てを。事前に確保していた医療道具を抱えて心が走ってくる。肩の怪我に消毒液をかけられて包帯が巻かれていく。手当ての手つきは、丁寧で優しかった。真っ先に、俺を心配をしてくれる心はやっぱり優しい子だ。タケルさんありがとう。守ってくれて。ありがとう。その笑顔はやっぱり、見てるだけで心が温かくなるんだ。化け物を退けて平穏が訪れた。今日も今日とて、適当な民家に座って過ごしている。タケルさん、なんだ?ココナは後ろ手に何かを隠している。これなんですけど。後ろ手に隠していたものをココナは差し出してきた。手料理作ってみたんです。おお!こんな環境で料理を作ってくれるとか天使か?トマト缶とかサバ缶とか使って作ってみたんです。いただきます。食べると、口の中に幸福な旨味が広がった。うまいよ。よかったです。料理にはそれなりに自信がありましたから。ココの笑顔はやはり可愛い。そんなことを思いながら、俺は料理を次々に口へ入れていく。本当に、守れてよかった。命を懸けたことに一切の効果はない。まだ、今の状況について何も分かっていないけれど、こうして生きて過ごせている。穏やかに、過ごせている。なら、希望なんていくらでもあるだろう。遊びましょう。心がある日、そう言った。気分が明るくないと、物事が悪い方に行ってしまいます。いいね、何をする？オセロ、ココの強すぎるから嫌だ。そうですか？将棋だ、将棋で勝負だ。いいですよ。将棋盤に、将棋の駒を並べていざプレイだ。王手です、にっこり笑顔。負けた！はい。悔しい！はい。次のゲームだ。はい。人生ゲームをやろう。二人だと長そうですね。まあ時間は腐るほどあるし、ですね。俺は借金も作って敵もできずにゴールし、ここのはいい方よもて大大金持ちになりゴールした。次！あらゆるボードゲームやカードゲームを廃墟から去ってきて対戦しまくった。俺は一度も勝てていない。悔しくて楽しくて、何度も心とゲームをする。その果てに遊び尽くし、オリジナルのカードゲームを作って対戦をした。神の矛先を発動します。正義の騎士ジャスティスマンを破壊です。俺の切り札が、天使の球体でダイレクトアタックです。負けた！
まだまだ次だ。それからも俺は何度も負け続けた。ココノはゲームが恐ろしくうまい。俺はゲーム下手なわけではないはずだ。妹にもゲームで勝ったことなかったけど。遊び疲れ、夜、就寝間近な頃、一緒に寝ましょう。え？ココノがそんなことを言った。それがなんかエッチな意味ではないだろうな。やめろよそういうこと言うの。一緒に寝ましょうってそういうことやん。言うなよ。普通に一緒の布団で寝たいということなら当たり前だ。いや、それもどうなんだ。まあ、一緒に寝ましょう。びっくりする。世界がこんな風になってしまって人も見つからない状況ですよ。こんな時に一人で寝ないで寂しすぎますよ。確かにそうではあるが、さすがに恥ずかしいような。一緒に、寝ましょう？うっ、そんな顔をされたら断ることなんて、反則だ。ここの言う通り、こんな世界で一人に寝ることは寂しいというのは俺も思っていたことだし、俺たち以外に誰も見当たりというか、今更天才向けずに意味はないかもしんない。わかった。やった。ちょっとそんな笑い方して、しないでほしい。かわいすぎるだろう。ココノに関してはさ、そのココノに関しての話をさ、まだ何も聞いてないよねっていうのがな、気になるな。天使か。天使だ。借りている色の布団で同寝した。あったかいです。嬉しいです。これなら、悪い夢なんて見なさそう。ココノは、安心しきった表情で寝息を立て始めた。彼女は今、悪い夢なんて見なさそうと言った。つまり今までは見ていたということだ。ココノは、俺が思っていたよりも、一人で寝ることにもう耐えられなかったのかもしれない。